ズバリゴイト先生は今どんな研究をされてるんでしょうか。たくさんの風車を一箇所に集中的に集めて、まあ、たくさん発電するウィンドファームというんですけれども、このウィンドファームの効率よく、そしてたくさん発電するためにどうすればいいかみたいな研究をやっています。風力発電っていうのは何メートルくらい高さはあるんですか。一般的に見られるものですと高さ約100メーターぐらい、直径は約80メーターぐらいです。一つのウィンドファームに何基ぐらいウィンドファームにこの設置されてるんですか。洋上ではイギリスのロンドンエレという風力発電所に175基あります。ちなみに1基この風車を建てるのにいくらぐらいかかるんでしょうか。日本で一番多く見られる木はだいたい5億円ぐらいかかります。ちなみに1基の風力発電で年間どれぐらいの電力っていうのは、まあ、何軒分の電気とかになったりするんですかね。直径100メーターの風車で2000キロワット発電したらだいたい1000世帯分です。風力発電っていうのも必要になってくるんですかね。環境に優しい、そしてちょっと安全なエネルギー源である風を使った風力発電の普及が求められるんじゃないのかなと思っています。